はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時25分、まもなく前場が引けます。日経平均はプラス331ということになります。どうでしょうね、これはね、328、こんな感じで引けそうでございます。ドル円 147.479 ということですね。ですね、原油 77.15、原油はね、下がってる、今日やや軟調ということは、中東情勢が落ち着いてる、落ち着く見通しという感じでしょうかね。今週中になんかやんでというふうにアメリカ側からこの前アナウンスがありました。つまりあれはですね、俺らは知ってんぞお前っていう、イランに受けたメッセージなんですけども、イランがバレてるわ、やめとこ、ちょっとやめとこ、とりあえずやめとこみたいになってんのかもしれません。はい、さて、本題はこれでございましてですね、大期限に昨日出ていた記事でして、中国銀行 ATM から入金したお金が口座に届くのに2日かかった。ATM で入金してって、普通僕通帳でありますからすぐに認知されますけどね。中国ならではそういうことが起こるんでしょうね。さて、中国銀行っていうのはね、日本は日本銀行は中央銀行でしょ、セントラルバンクって言って、要は紙幣を発行する銀行なんですけど、中国の場合はですね、中国人民銀行やったかながセントラルバンクで、中国銀行っていうのはまあこれ普通の大手の銀行ですね。でちょっと本文をいきましょうか。今月5日、中国四川省成都市のある男性が、自身の呆れた体験を SNS に投稿し物議を醸した。その体験とは、中国銀行の ATM で入金した後、預金口座の残高が増えなかった。最終的にそのお金は2日かかってようやく預金口座に入金された。おい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 、中国メディアの取材に応じたこの男性によれば、中国銀行の ATM で入金した後、預金口座の残高が増えず、すぐに銀行員に助けを求めたが、次のように説明を受けたという。ATM が詰まったかもしれない、これは特殊な状況であり、入金したお金はすぐに処理できないため 2,3 日待つ必要があると。その上 ATM のメンテナンスと重なれば待ち時間はさらに長くなるかもしれない。しかし男性は、いやいや自分は今すぐこのお金を使いたいんだと、どう訴えてもどうにもなりませんの回答が返ってくるだけ、それならばお金を返してくれ、もう預けないと男性は返金を求めるも、銀行員の対応は、そもそも預けたのはあなた自身でしょ、だったらその上もし緊急にお金が必要ならどれくらい銀行から融資を受けられるか調べてあげてもいいんだ。おい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 、ぬすっとにおいでにお求めるのかみたいな、お金を借りますかと融資まで勧められします、ね、銀行側のこの対応に呆れた男性だったが、2日待ってようやくお金が銀行に振り込まれたという。関連トピックスには信じられない対応などと銀行側の対応に非難が殺到している。これもし日本でこんなこと起こったら大変ですよね。あのね、中国銀行って大手なんですよ。で、これね、この銀行員この通りだったとすると、この銀行員はですね、なんて言いますか、こういうことが起こっているということをあらかじめ知っていてですね、そのマニュアル通りに対応してますね。なんでそんなマニュアル作ってんねんっていうことですね。というのはですね、多分ですね、中国銀行自身がですね、瞬間的にお金が足りなくなったんちゃいますかね。だからその日の入金は全部一旦保留にしてですね、でこう急場をしのいだということかもしれません。それにこういうインチキな手法を取った、ただしね、それをやるというのはね、相当中国銀行自身がお金に困ってる、短期資金に困ってるということの裏返しではないかなと思います。はっきり言ってやばいんじゃないですか。端子と言いましてね、僕ら一般人にはよくわからないシステムなんですけども、銀行間でですね、短期に資金を融通し合うというのがあるんですね。1日2日だけ借りるとかね、それ専門の銀行まであるんですよ。日本端子とかいう会社まであってですね、パッパッパーとそのですね、三桁億円単位ぐらいでですね、ちゃんちゃんちゃんとこう銀をあれ資金をやり取りして、やっぱり瞬間的にこう金が足りないっていうような場合があるでしょ。
銀行っていうのはですね、皆さんから預かった預金をですね、すぐにですね、すぐにというか、もう基本的には誰かに貸してるわけですよね。誰かに貸して、その、利ざやで、こう、か、あの、なんと言いますか、あの、自分たちの利益を得て、銀行への給料が出てるわけですよ。そうするとですね、手元にですね、預けられた分のお金が全部あるわけではない。当たり前ですけどですね、自分のところでじゃあですね、あの、1000億預かってると。で、その1000億は、のうちほとんどはですね、融資に回してると。というか、手元に残ってるのはほんの数億円かもしれんでしょう。だから瞬間的にですね、お金がなくなることもあるわけですよ。あの、大口の引き出しがあったりとかすると。そうすると、そういう時にピッピッピッと銀行間で貸してくれるのが端子なんですけど、中国にもその制度はあるはずです。あんなでかい国でですね、あれだけの金が動いてるわけですけども。でもそういうシステムを使えなかったんでしょうね、瞬間的に。あるいは中国銀行は危うすぎてですね、端子の融資を受けられなかった。あるいは中国の銀行間でもうそういう危ない取引ができないって言って、端子で回し合うっていうことができなくなっている可能性もあります。だからこういうことが起こっているわけであって、まあ、中国でしか起こり得ないことですね。で、一般人が騒ぎすぎると警察が抑えてくれますからね、まあだからですね、こういうところから見てもですね、中国今もう金融システムが半分麻痺しかかってるんちゃうかなという気がしていきます。で、これ本格的に中国銀行と大手ですからね、その大手までですね、こういうことをやり始めたということはですね、相当に金がないんですよ。というか、金が足りなくなってるんです。だからですね、もっと大きな騒ぎがこの先に待っているとのではないかなというふうに僕なんかは考えてしまいますけどね。このチャンネルで何回もお伝えした通り、地方の小さな銀行はもうすでに破綻しています。だって預金を引き出せない状態なんですよ、だからもうすでに破綻状態なんですね。あの、中国なんで大騒ぎになっていないだけであって、日本であればもう大騒ぎです、だから預金封鎖という状態になっているわけですね。で、日本はですね、一つの銀行につき一人の預金が1000万円まで政府機関が保証してくれるんですね。向こうにはそういう制度がないです。だから泣いてる人いっぱいいるんです。で、それはもう今までね、地方で起こっていた、いかにもローカルの話だったんでですね、地方レベルで抑え込めてたんですよ、各地方の警察が。これ、中国銀行で多分日本でいうところのメガバンクなんですね。メガバンクでこれが起こり始めたらですね、もう騒ぎはですね、瞬く間に広がってしまうのではないですかね。普通考えられませんからね、こういうことって。昔の笑い話でね、ほんまにはただしですけど、昔中国は偽札が出回ったんですよ。それで、あまりにも偽札が出回ったんで、あのスマホ決済がですね、普及したと言われてるんですけども、ある時日本人のね、駐在員がなんかが中国の銀行の ATM でお金を現金引き出したら偽札やったんですよ。それで大騒ぎ超えたらですね、そんなん知らんって言われたんですね、銀行員に。で、あなたはすり替えたんちゃうんかとか言われて、たまりませんよね、ほんま、そんなんで、ね。引き出したら偽札で、やと、お前がすり替えたとか言われたら。で、大騒ぎしていたら、そばにいる第三者と思う中国人が、じゃあ私が交換してあげようって交換してくれたんですね。その話を読んだのは、もう、どうですか ?15、6年前の話。で、もうその頃から急激に現金取引がなくなったんですよ。現金も、偽札が多すぎて、もう、とりあえずデンジャラスなんですね。だからですね、もうスマホ決済になった。スマホ決済になったら偽札の話がだんだん少なくなって。でもあると思いますよ。あると思いますけども、あれですね、聞かなくなりましたね、私は。はい、ということで、このですね、中国銀行 ATM からの入金したお金が口座に届くのに2日かかったというタイトルの記事ですね。一応ですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。